クレームドカシスクレームドカシスはクロスグリを原料とした甘みの強い深紫色のリキュールである。様々なカクテルに使われるほか、そのままでも楽しまれる。ヨーロッパでは古来よりビタミン C を豊富に含むクロスグリの薬効が見出されており、他のリキュール同様に薬として引用されていた。今のようなタイプのクレームドカシスは1841年、フランスのブルゴーニュ地方で登場し、 それまで引用されていたラタフィア・ドカシスというクロスグリのリキュールにとって変わった。最初に販売したのはルジェラグート社である。これはクロスグリを中性スピリッツの中で破砕し、砂糖を加えたものである。クレーム・ドカシスはブルゴーニュの特産であるが、フランスの他の都市やルクセンブルク、カナダのケベック州などでも生産されている。 クレームドカシスはフランスにおけるリキュール生産量の25%、果実系リキュールに占める割合としては40%を占める。市場の流通においても専用枠が設けられている。毎年およそ1600万リットルのクレームドカシスが生産されており、その大部分がフランス国内で消費され、一部が輸出されている。原材料のクロスグリワインの醸造と同様、製造時には、 果実の鮮度維持が重要である。クロスグリは収穫してから24時間以内にリキュールの製造に持ち込まねばならない。これは果実の収穫後のビタミン C の酸化が急速に進むためである。果実は摂取30度で保存され、中性スピリッツ中で破砕された後は摂取5度でおよそ5週間かけて浸出される。最後に砂糖を加えて果実の酸味と甘みのバランスを取り、 ろ過すれば完成する。クレームドカシスは、上流を経ていないリキュールであり、温度変化や酸化に弱い。回線後は、その都度密封して、冷蔵保存する必要がある。カシス以外の果実系リキュールは、e、EU の規定により、1リットルあたり 250g の糖を含有すると、クレーム度の表示が可能となる。しかしクレームドカシスだけは、 例外で1リットルあたり400グラム以上の糖を含まなければこれを名乗ることができない。また15度以上のアルコール度数も要求され多くの製品は16から20度に調整されている。クレームドカシスの品質は使用する果実の量や製造工程とともにクロスグリ自体の品質の影響を受ける。ブルゴーニュ地方の中でも コートドール畜産のクロスグリのみを使ったクレームド、カシスは、奥の規定にのっとり、クレームドカシスドディジョンを名乗ることが許される。また1997年により、使用する果実の量とともに、手作りのレシピの遵守を条件とした、奥、クレームドカシスドブルゴーニュの取得を目指す動きもある。キールとその材料クレームドカシスは、甘みが強いので、ストレートでの引用には向かないが、 ロックで飲まれる他様々なカクテルに使われる。カシスソーダやカシスオレンジのようにソーダやトニックウォーターといった炭酸飲料や柑橘類の果汁で割るのが一般的である。他にも以下のようなカクテルが作られている。カクテルの他にもクレームドカシスはババロアやシャーベットなどのデザート作りに活躍する。また、主に赤ワインの風味を補う目的で 料理酒として用いられる。テーブルビートのポタージュのような野菜料理の甘みに厚みを加えることも可能である。ありがとうございます。